はい、皆さんこんにちは。 ATF バスケットボールスクールの、山崎です。はい。で、今回なんですけれども、ちょっと短めの簡単な動画を紹介したいと思います。いうのが、ジャンプシュートをするときに、すごい軸がブレるんだとか、遠心力に体が負けるっていうような声があったので、ちょっともう少しこういう止まり方してみてはどうですかっていうことで、はい、ちょっとその本人と直接声を聞きながらその場にいて喋れるわけじゃないんで、いやそんなんやっとるわって言われたらもうそれはもうドンマイなんですけど。ちょっと気をつけていただく点としては、まず止まり方ですね。はい、止まり方の中でも、足の使い方とあとは体の角度、この2つをしっかりと気をつけていただきたいと思います。でこれがまずは、遠心力対策で、もう一つ3つ目として、シュートがちょっと安定しないってということなので、はい、そのシュートが安定しないんだったら、ボールをどのようにして持っていくかっていうこの3点について少しねお話ができたらと思います。はい、じゃあそれでは行きましょう。はい、では、ちょっと3個目ですね。3個目の方なんですけれども、ボールをこう持ってシュートを打つときにっていうことなんですけれども、基本的にはシュートって、もちろん打てればそのままでいいんですけど、打てない可能性の方があります。高いですよね。抜かれるのとシュートを打たれるのだったら絶対シュートを打たれる方が嫌じゃないですか。抜かれるだけだったらもしかしたらヘルプディフェンスが助けてくれるかもしれませんが、シュートを打たれてでそのまま外から決められたとかっていうとそっちの方が痛くないですか。誰もヘルプディフェンスできないですよ。スリーポイントシュートとかわかりますか。スリーポイントシュートのヘルプディフェンス練習してるチームあったらちょっと教えてください。ちょっと DVD にしてください。買いますよ。はい、じゃあまずシュートなんですけど、こう構えた時に左手の位置です。僕だと左手になるんですけど、このガイドハンドっていうんですかね、このガイドハンドの位置をどこにするかっていうことで、僕は手のひらの中心をこの辺りに置いています。はい、今手相が得意な人これ見ないでくださいね。はい、この左手のこの中心でボールを中心で掴むようにしてます。ここのボールのこの網目のところですね。だいたいこの中心で中心を掴むように。だからこうちょっと下の方を持つ人っているじゃないですか。こういう人って基本的に下げるの苦手なんですよね。すごい。で焦った時やっぱファンブルする傾向にあります。はい、だから基本的には僕は左手は少し上目を推奨します。ここじゃなくてここ分かります。ここじゃなくてここちょっと高めを、そうすると上からちょっと押さえつけれるんで、要は左手で下に引っ張れるんですよ。で右手で上に押し出せるんですね。だからフェイントをした時にこうフィッとすぐ戻せるし、右手にビタッとボールをくっつけれるので、この左手の力で、だからシュートを打つときに右手にしっかりボールが乗ってる感じになります。だからこれちょっとおすすめですね。はい、では次実際打っていきましょう。で、じゃあまず早速やっていくんですけれども、まず止まり方ですね。止まるときは少し最初は走り出し、やり始めとしてはね、気をつけていただきたいのは、まずはこうしっかりこう上から入るっていうところです。しっかり上から入ってください。上から入ってかかとから止まる。でゴールに近い方の足ってありますよね。僕がこっち向いてるときは僕にとっての左足がゴールに近いです。だからそっちの足からまず1歩目踏み出しましょう。でその時かかとから踏み出して、でここで完全に止まる。であとは右手足は方向指示器です。どっちに体を向かせるかっていうところで、こっちに向かせるんだったら早めに足を止めて、でこっちに体を向かせるんだったらしっかりリングに向くまで足を止めない。でこの状態になる。で自分の打ちやすいシュートフォームの時の足をしっかりと作ってください。はい、だから僕なんかはちょっと窮屈なんですけど、左足がまっすぐ向いてる方がいいです。はい、だからこういう止まり方します。でその次体の角度ですね。ちょっとねこう上から入ってくるんで、どうしても体がこうまっすぐなったり、それともこう進んでいる時に自分のスピードに負けてこう体が倒れる人がいるんですよ。そうなるとやっぱり体がずれます。はい、ですので体をずらさないように、ちょっと大げさな話、こういうふうに止まってください。そうすると止まった時に勝手に体がビタッといいところまで来ますから、はい、ちょっとここの2つをまずは意識してやってください。はい、いいですかね。じゃあちょっと実際にここまでのスローをちょっと見せたいと思いますので、はい、じゃあちょっと見てください。はい、では実際に打っていってみましょう。
かがだったでしょうか。ちょっと逆サイドもやろうとしたんですけど、むっちゃ膝痛くてちょっとできなかったです。いや、行ってはい、理屈だけはほぼ一緒なんですけど、こっちから来た時はもちろん右足の方がリングに近いので、右足でまず止まって左足をで、その時には回りすぎると、僕の場合右利きなんで左足が前に行っちゃうんですね。そこだけ気をつけていただけたらと思います。回りすぎると左足が前に行って、上半身と下半身がこう完全にひねったような状態でシュートになります、はい、だからそこだけ気をつけて、左足は添えるだけですね、はい、でこれが僕は打ちやすいです。でもすいません、ちょっと膝がなぜかむちゃくちゃ痛くて、ちょっとこっち向きの動きができなかったですすっ転びそうになりました。本当運動会のお父さん状態ですね、はい、ということで皆さんもちょっと体には気をつけながら運動していただけたらと思います、はい、ということで、以上、ジャンプシュートの時の体の使い方になります、はい、しっかりと、皆さんも練習してください。反復練習がもう結局一番大事です。もう同じこと何回もやってください。例えばプロ選手になったらこのシュート打たなくていいのか、練習しなくていいのか、そんなことないです。もう1日100本も200本も練習してますんで、皆さんも絶対にやるようにしてください、はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が参考になったという方がいらっしゃいましたら、サブスクライブってなんですかね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、では以上です。